人生で一番恐怖を感じたこと、体験とか。僕の記憶にはないんですけど、その保育園の時に、僕が通ってた保育園って一年中上半身裸で、裸足で、過ごすっていう保育園だったんですけど、で、スコップでチャンバラごっことかよくやってたみたいで、で、僕、頭の後ろに傷が結構あって、そのスコップ刺さって、意識なくなったってことはありますね。それは母親から聞かされた話ですけど、それが多分一番じゃないですかね。何事もなくてよかったです。